ークイが今後成長キャラになるためには2対する曇らせ隊の反応集。グエルに一人で抱え込まないで、僕に頼ってよって言えるようになることかなぁ。スレッタとの決闘でグエルの PTSD に誰も気づいていなかったのが気になった。まあラウダの直すべきポイントっていうより兄弟で話し合うべき問題って感じ。やっぱりこの路線だと思う。兄弟で腹を割って話し、兄は弟の不満を理解し、弟は兄が背負い込んでいた重荷を尻分担する。右兄離れし対等な関係になる。ジェターク社現在の軍需企業は一旦潰れてベネリットから離反、婚約も解消。兄弟で別事業として立て直すは兄弟で共同経営、またはジェターク制になったラウダがついでグエルを送り出す。素直に兄離れしたらいいんじゃないか。今のグエルは特にラウダの支えを必要としているわけでもないし、メタ的な視点だけど、他のキャラのこれまでの関係性描写から見て必要だから側にいられる、必要じゃなくなったら離れるみたいな型にはめることを良しとはしないと思うから、兄離れするにしてもその理由じゃないと思う。グエルに自分の抱えている気持ちを伝えられるようにすることかな。グエルとミオリネが地球に行った時、お兄さんが取られたみたいで寂しかったと思うんだよね。そういうのをちゃんと伝えられるといいと思う。同い年だしわざわざ異母兄弟なんだから一年近くも違わないはずなんで、グエルと対等になるんじゃない？ラウダ自身のアイデンティティを兄とは関係ない部分に見出せるようになることかな。ラウダ自身空っぽじゃないことに気づくことかな。弟属性が強いけど、グエルとは同い年なんだよね。気持ちを伝えるというか、気持ちの自覚がまず必要なんじゃないか。伝えるかどうか以前に、自分がどんな感情や思いを抱いているかの自認と実態がぐちゃぐちゃになっているように見える。まあそもそもグエルにとってラウダが必要かどうかで言ったら必要だよね。父亡き後に残されたたった一人の家族だぞ。なんかグエルが要追放された時は落ちろ彗星女になって、父親殺しとペトラ負傷の時にはお前のせいだ、ミオリネになったから感情の矛先が一人に向きやすい性格なのかなって思う。そこら辺を自覚する必要はある。そこら辺も最初からグエルにちゃんと意見言えてたら何か変わったかもしれないから、変わったかもしれないから、そこと性質の自覚なのかな。あと父親殺し言及してたっけ。グエルにとってラウダはめちゃくちゃ大事で必要な存在だよ。ラウダがいなかったら正気に戻れなかったんじゃないか。それはそうけど、ずっと隣で支えるとか、そういう存在になる必要はないと思うわ。ペトラもいることだし、ラウダは兄の隣以外のアイデンティティを見出して自立するんじゃないか。ラウダの怒りの根幹がペトラや学園のことならミオリネってなるのもわかるんだけど、兄さんが変わったことはミオリネ関係ないからな。ミオリネの怒りは筋道通ってないわけじゃないけど、本当にそこが一番もやってるとこなんか？という。正直、自分もよくわからない多席思考に関してはスレッタにはちゃんと謝る必要がありそう。兄離れはどうだろう？少なくとも本編ではあまりベタベタしてる様子もないよね。むしろ本心話した方がいい気がする。空っぽ疑惑に関しては、ペトラのために医療ガンと勉強して兄の補佐を辞めて自分の道を行くとか、家族を大事にすることとずっと側で従っていることは別だと思うから、ラウダには自分の今までとこれからをもう一回見直してほしい。グエルを支えるのを大切な仕事だと思っているみたいだし、それは悪いことでもないけど、支えるのではなくグエルと対等な立場で並び立てる存在になってほしい。グエルにとってラウダが大切な存在ってちゃんと認識できてるか、割と怪しいんだよな。自分が空っぽな存在だって思ってるから、敬愛するグエルと比較してメンタルすり減ってたところにメンタル爆破されちゃったから、支えるじゃなくて支え合う関係に行き着けばいいと思う。他席というか、ラウダ視点だとずっとスレッタやミオリネが本気で許せないんじゃないかな。別に無理に兄離れする必要はないけど、自信を持てるようになるといいと思う。兄さんには僕が必要だし、僕がこれからも支えるからって強気にポジティブに行こう。ラウダは今のグエルの変化を受け入れられてないっぽいから、そこは不穏だな。自分の理想像を押し付けてる節があるのかもしれん。ドラマ CD はあくまでドラマ CD 時空って可能性あるし、
空っぽ発言は父が温室にいること知ってるスレッタを気にかけてとは推測できるから単に空っぽという意味じゃなくて特定の好きな人に尽くせない意味なんじゃないかな。だからペトラ関連で空っぽ解決はなさそうかなと思う。ペトラはスレッタの父に近いポジションだと思うので。書き方悪かった。あのバニラウダたちが言ったのはスレッタに嫌味を言いに来たのではなく父にお礼に言いに来たのが当初の目的。そうだから父が温室に出没するのは落ち込んでいるスレッタを気にかけているのではないかと予想できないかなって。ラウダは兄離れするイメージよりもうおうおう誰が何と言おうとも兄さんには僕が必要で兄さんの隣に立つのは僕なんだって叫ぶイメージの方が似合う。話しゃびくの叫びに似たのはみたい。自立が作品のテーマの一つだと思うけど、ラウダの自立ってなるとどういう状態を指すのかよくわからないんだよな。兄さんに僕が必要まで言うと厚かましい気がするけど、それはラウダがどう成長したってことになるんだ。自分に自信が持てるようになったら成長じゃない？今のラウダは自分のことを空っぽだと思ってそうだし、鬱陶しく進むことも大事だと思う。グエルの気持ちがちゃんと理解できるようになることかな？今の兄弟はなんかお互いの認識が食い違ってるチグハグ感あるし、グエルが自分のことを話そうとせず抱え込んでしまう方だから誰か察してくれる存在がいてほしいというのもあるけど、暴走してグエルに諭されて終わったら完全にピエロだからそうならなきゃいいが、今のグエルがラウダ含め誰かに本音ぶちまけるイメージが湧かないのがなぁ。グエル諭して終わりだったらグエルがジェターク家の父として完成してしまうグロになる。グエルに諭されるよりも案外グエルの本音を引き出す役になるかもしれない。具体的にどうすればそうなれるかはわからないけど、こうなってほしいな。性格にはグエルの本音を引き出すというか、本音を打ち明けられるくらいの信頼を得てほしい。信頼を得るために結果的にラウダも本音をぶつける必要が出てくる。グエルに諭されて終わりでは、成長からも兄さんを支えるというラウダ自身の願いからも程遠い。グエルがなぜラウダを信頼しているかを知るとか？ペトラが支えてくれるから、はわかるんだけど、ペトラが目を覚ますより前にラウダは成長して先に進まないとガンダムに乗って死にかねないからな。認知の歪みを正すために、まずラウダが持ってなかった情報を全部与えて、グエルに非がある部分を認めさせる。その上でどうしたいかを考えるべきなんだが尺がない。とりあえずグエルをアシャディクと戦闘しながら話さないと進まん。グエルが背負い込みすぎって意見よく見るけど、メンタルケア含め本人処理しきれてるし、できないことは他の人に任せてるから仕事量が多いだけで違くない？ってなる。多分皆が思ってるほどグエルは思い詰めてないんじゃないかな。マジで鋼メンタルに慣れちゃってるんだと思う。もう揺るがない気がする。だからラウダの挙動がどうなるかわからんが、スレッタと同じく役割依存脱却と目をそらしてるのを見つめさ直すことから始めないとどうにもならないように見える。ラウダは役割をこなすこと愛情っていう価値観がありそうだから、グエルとの対話で存在するだけでも支えになるって価値観を知ってほしいかな。グエルが踏ん張り続けられる一因には、ラウダとのつながりを守りたい気持ちもあるだろうし、兄を支えることができていないと感じていて、それがストレスになってたと考えてるんだけど、ラウダ家族がいたことがグエルの再起につながったし、十分支えなんだよな。グエルはグエルで兄らしいことできてなかったと思ってるようだし、それがもろもろの抱え込みにつながってると個人的には感じるので、自分にとって兄弟はどういう存在でどうしたいのかを伝え合うことが二人とも必要なんじゃないかな。結局それ兄弟二人とも自分の責任を全うしてちゃんと成長している。対話の欠如やすれ違いは普通にいい年し大人同士でもあることで、これから二人の間のすれ違いの結果を示すイベントがあると思う。自分は MS でミオリネ個人ではなくミオリネ関連施設に向かうと思うけどね。今の兄に一歩踏み出してお互い本音で付き合えるようになったら綺麗な締め方になる。苦労も分かち合えば絆となるはず。正直グエルは本人にとって気持ちいい出来事が皆無で、今の状態が不健全に見えるから揺らいでもらった方がラウダの成長につながる。話しかけそうだなって思う。誰かを慰めるグエルとかこれまで通りのムーブで語るし、スースインだよ。
全身機械化とか試練だらけのペトラにラウダのメンタルケアを期待するのはなんか無理あるな。ラウダがペトラのケアを通じて人間的に丸くなるには多席思考から抜けるのが先な感じがする。ラウダ生存なら成長は欠かず次回戦闘で瀕死になって最終回まで意識不明で終わるかも。兄が死んだと思って CEO を頑張ってたし基本真面目で努力家で別に変える必要ないだろ。スレッタとかミオリネとか基本は嫉妬でしかないのでその手の嫉妬は性格を変える変えないの問題じゃない。あんまり尺取らないだろうから、グエルへの幻想を捨てて兄の隣という立場に固執することをやめる。ペトラと最終回でいい感じになってるくらいじゃね。多分ラウダと戦うのスレッタだしグエルと本音をぶつけ合うことはナンシーと思う。ラウダが CEO になってペトラと一緒に外回りのグエルを支えるのが合ってる気がする。父と協力することで視界が開けたりとかしたらいいなぁ。成長とは違うけど、ラウダには今のような何もわからない状態で不満を兄以外にぶつけるんじゃなくて、すべて知った上でやっぱり兄さんは何も悪くないじゃないかふざけるなって怒ってほしい。ジエターク寮のメンツが別の視点を持つ視野を広げるみたいな変化をしてるのでラウダもそこはあるのかもと思ってる。タイニーさんへの対応にしてもこうと思ったらその方向で考えが固まりがちな印象ある。今回の件もラウダの情報だとミオリネ悪になるかもしれないが正しい情報を得る手段はあるのにそのまま突っ走りかけてるんだよね。この辺ビムの血だなぁとも思う。視野を広げるにしてもラウダ個人が問題ではなく情報を与えられない状況に置いた脚本側の意図的なものなのでラウダにお前が成長しなければならないではないんだよな。強いて言えば兄が電話かけているから蚊帳の外脱出イベントはできるよ。父殺し知ったと兄に話せば兄は知っていることすべて話してくれそうだし他スレで見たんだけど兄貴で自分の幸せを左右するようなメンタルは変わった方がいい点な気がする。ラウダ自身にとって良くない考え方だと思うわ。自己啓発の本とかにもよく出てくるけど自立の第一歩ってそこなんだよな。自分でコントロールできないものに自分の軸を置くなというやつ。ラウダは軸を置いてるってほど依存してるとは思わないけどその傾向はあるよな。ペトラにケツ叩かれておけばいい。ケツ叩くほど元気になってくれたら万々歳だよ。兄に重い真実を聞くのが怖くて逃げ出し、とんでもないところを責めるのが未熟な面と思われるようだから結局それでも真実と兄の変化をはじめとする現実に向き合い、自分の位置を再定義して次へ進む形になるのではないかと、どういう風に描写されるかはわかりませんが。ラウダの他席は実害を出さなければ直すものでもないと思う。実害でしそうだからあれこれ言われているんだろうけど他席思考のおかげで兄さんがいない間もなんとか耐えられたっぽいし、それ言うならグエルやミオリネの自責も不健全で、直すべきものとして描かれるだろう。ラウダは八つ当たりしながらも自分に無力感を抱いているようなシーンもあるし、本心ではスレッタやミオリネは元凶ではないとわかってそうだ。逃避しているだけで、兄が父を殺したってめちゃくちゃきつい話だし、偶然知った形だから改めてそこをグエルに聞くのかなり勇気がいると思うんだよな。ミオリネに敵意が向いてるの、その逃避の面もあると思うし、でも乗り越えて一歩進んでこそ兄弟の道がきっとあるし、それが成長とも言えるんじゃないかな。